偽りを捨て本来の自分を生きよう番外編、勝浦で初のゴルフ合宿ということで、今日はゴルフ合宿から一夜明けて、京都に戻ってきたところです。ゴルフ合宿っていうとね、なんか大人の贅沢で、まさかそんな時間も取れないし、今回2泊3日、合計3回のラウンドをやってきたわけですけれども、メンバーは3人、我が弟のケンちゃんと、それからお友達の、まあキャリアウーマンというかビジネスマンというかの陽子さんとの3人でのラウンドに、ひらひらさんが、今回は参戦して、まあオブザーバーという形で、目標は私は、100切り、3回とも100切りっていうのがね目標で、弟は、120台を脱出する、110台を出すと、横さんもまた同じくということで、果たして結果一体どうだったんでしょうか。どうぞ。いい当たり。待って。ボスッと。前側ですよ、あの人。私より飛ぶ。ああ。あの弾道多いね。まあまあだね。炙りすぎるとダメなので、はい、
ました。ケンタはもう食べること以外は絶対やらない顔してるよ。誰が？ケンタはもう、そうよね、この人は食べる以外は絶対やらないって顔してる。本当よね。うん。焼くんだったらもう焼かなくていい、コンビニでいいっていう顔してる。確かに。おー、トウモロコシうまそう。あ、エリンギもいいね。エリンギいいよ、ちょっと熱いから。お馬さん、お馬さん、弁当らへんかな、弁当の手前かな、やめバンカーかな。